南大学の三田です。印象に残っている試合は前期の関西大学戦です。まあ、理由としては結果2対1で勝ったんですけど、まあ、その2点を取ることができて、自分の得点だけでチームを勝たせるということがあまりできていなかったので、その試合が印象に残っています。相手の嫌がるところでボールを受けることです。チームのみんなと頑張っていきたいと思います。後期リーグ開幕まであと5日。